ジョージ・ウィリアム・ホールは、イングランドのステップ2位生まれのプロ野球選手。左投げ、左打ち。ナショナルリーグの初代、本塁打王となったが、1877年の、ヤオ長事件に加担し、永久追放処分となった。1871年に、アメリカ最初のプロ野球リーグである、ナショナルアソシエーションが発足した際、ワシントンオリンピックスに入団し、プロ選手となった。 1872年から2年間所属したボルチモアカナリーズでは88試合に出場し340前後の打率を残す。守備では主にセンターを守っていた。1874年にボストンレッドストッキングスに遺跡シリーグ優勝を経験し、翌年から2年間はフィラデルフィアアスレチックスに所属した。ホールの通算本類打数は13本だが、 うち9本をアスレチックス在籍時に放っており、1875年の4本類打はリーグ2位、ナショナルリーグ初年度の5本類打はリーグ最多の成績であった。1876年に所属していたアスレチックスがリーグを除名されたことを受け、1877年にルイビルグレーズに所属する。ルイビルでも打率323。 8本の三塁打を打つなどの活躍を、したが、同年グレーズが起こした、八百町試合に加担したとして、ジムデブリン他4選手と共に、永久追放処分を受けた。1923年に、ニューヨークで死去。ありがとうございます。